今年の護衛艦出雲加賀の改修工事に52億円がかけられ、F-35B 戦闘機艦載へ向けた空母化計画が進んでいることを、みんなは知っているよね。やっぱり現代において短距離離陸垂直着陸機のステルスは必要不可欠だよね。何にせよ、多額のお金をかけるんだからバッチリ仕上げてほしいよね。そうだね。さて今回はそんな護衛艦出雲加賀の改修工事について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年末の安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経て、2023年度の日本の防衛予算案は6兆8219億円となることが決定しており、この額は2022年度と比較すると約 26% 以上の増加額となっているよ。さらに2023年度から2027年度までの累計防衛予算額は、現時点でも約43兆円を超過すると予想されており、この金額をベースに各種防衛装備品を調達するとともに、その配分が図られていくんだって。その予算内で国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾、そしてアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの導入など、長距離攻撃を可能とする調達兵器の是非がマスメディアなどでも取り沙汰されているよね。こうした長距離攻撃可能なミサイル類の性能を理由に、かつては敵基地攻撃能力と捉えられてしまい、専守防衛を掲げる自衛隊が保有してはならない攻撃的兵器だという認識が批判する側の意識の根底に根付いていたからな。そのような意識を日本国民から払拭させようという狙いから、政府はこれらの長距離ミサイルを、スタンドオフミサイルと言い換え、しかも反撃能力と呼称することで国民を納得させて政治的に乗り切ろうとしているよ。そんな中で反対派の大批判の渦中にいたのが、海上自衛隊が持つヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻であり、航空母艦を彷彿とさせる全通艦艦の後継は1番艦出雲の収益時から共産系メディアの攻撃の的となっていたんだ。出雲型護衛艦の収益は1番艦出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月となっており、この当時は反対派からすると事実上の航空母艦であり、自衛隊が保有を禁じる攻撃的装備だという批判が絶えなかったってわけ。確かに出雲が収益を果たす前の2013年7月、共産系メディアが出雲型は、短距離離陸垂直着陸 STOVL を可能とするロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング 2B 型の運用を視野に入れていると報じていたね。当時の防衛大臣だった小野寺氏は、この報道を受けてその内容を否定しており、今、思い返せば世論の反発を危惧して、でき得る限り水面下で計画を進めようとしていたんだろうね。現状、出雲型護衛艦の空母化計画も2023年度の防衛予算案として決定を受けて、本年度分としては約52億円の改修費が組み込まれており、日本を取り巻く悪の枢軸国に対する安全保障対応は現実的な方向にシフトしていっていると言えるよ。出雲型護衛艦を航空母艦化することが功となったのは、2016年末に航空運用能力向上に関わる調査研究を募った以降であり、この委託業務は、出雲型護衛艦2隻の建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が勝ち取ったね。その調査研究では従来、回転翼機の運用能力のみ付与されていた出雲型護衛艦に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が公に検討される運びとなっていたんだ。2017年末には防衛省が航空自衛隊の装備品として、従来の F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが伝えられ、出雲型護衛艦の航空母艦化はこのあたりから具体的に進んでいったってわけ。そして、2018年末の防衛計画の大綱では、これから航空自衛隊が保有する戦闘機運用の柔軟性をさらに向上させるがごとく、必要に応じて既存艦艇から STOVL 機が運用できるように考えていることが国民にも明かされたね。同時期に防衛計画の大綱の内容をより具体的に記述した中期防衛力整備計画においては、
STOVL 機を運用するための既存艦艇として考えられているのが出雲型護衛艦であると明記されたことにより、その方向性を決定したよ。2013年7月の共産系メディアによって、出雲型護衛艦の航空母艦化の可能性が報じられたことを振り返ると、実に5年以上の歳月を費やして徐々にその実現を図っていたことが浮き彫りとなり、何事にも段取り八分というのは大事だよね。2018年末の中期防衛力計画により、出雲型護衛艦の航空母艦化が明記されたと入っても、同艦は改修後も従来の任務を継続すると伝えられたため、対潜哨戒用の回転翼機を運用する欲張りな手法を取ることが明らかとなったんだ。また自衛隊が保有を禁じられていた攻撃的兵器の具体例にも変更がないことが強調され、一応その具体例とされる兵器は長距離爆撃機、大陸間弾道弾ミサイル、航空母艦であるが、出雲型護衛艦は攻撃型の航空母艦ではないという認識を政府は示したよ。この当時出雲型護衛艦は航空母艦化改修後も、区分的には攻撃型ではないから自衛隊が保有することは問題ないとする理論は、日本国内では政治的な解決策として意味を持つかもしれないけど、当然のように中国等はそれを見逃すことなく日本が攻撃的軍艦を持つと示唆したんだ。しかし、自衛隊の存在自体を軍隊ではないと規定している日本の体制を、諸外国が認めているか否かという根源的な問題にも発展するかもしれないけど、対外的にも日本のへりくつを真剣に受け入れる国家は皆無と言ってよいだろうね。日本の国内において、いつまでこのような政治的なレトリックが続くのかと理解できないが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにした2022年2月以降、日本国内でも反抗戦力を持つべきとする見方は確実に増えているはずだよ。その反抗戦力となりうる出雲型護衛艦の航空母艦改修において、1番艦の出雲が2020年度から、2番艦の加賀は2021年度から予算上も含めて、確実に着手されており、これは自衛隊で定められた両艦の5年ごとの大規模な定期点検に合わせて実施されているよ。この航空母艦化改修は2度にわたって大規模点検に合わせて実施され、次は出雲が2024年度から始まり、2026年度内に完了するのに対して、加賀は2026年度から始まり2027年度に完了するとされているんだ。本来は1回目の航空母艦化改修工事で出雲から先にしようとしていた点として、外観上に見える大きな変更点である飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更は行われず、これは2回目に実施される予定だね。逆に加賀は現在進行形で実施中の1回目の改修工事において、この飛行甲板の拡幅とそれによる艦首部分の形状変更がすでに完了しているため、2回目の改修工事は期間が短くなると見られているよ。現在の航空母艦化改修の日程から想定される実際の稼働としては、出雲が2027年度、加賀がそれに若干遅れる形だろうと見られ、現時点からは少なく見積もっても3年ほどの期間を要することになるだろうね。また、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能とするためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、なぜか各艦艇が個別にアメリカ本土のノーフォーク海軍基地に出向いて適合テストで認証を得なければならないんだよね。しかも出航準備と並行して航空自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型の調達を進めており、現時点では総数で42機が導入予定とされ、2023年度の防衛予算案の中には同機の8機分の調達費用約1435億円が含まれているんだ。予算上では2020年度から2022年度までの合計で、F-35 ライトニング 2B 型の調達は12機だったため、2023度の8機分を追加して、ようやく20機分の予算が確保された状況だね。最初の F-35 ライトニング 2B 自体の配備に関しては、宮崎県のニュータバル基地を候補地として、2024年から開始される運びになっており、それ以後は STOVL 機を活用した、出雲型護衛艦への発着艦テストも逐次開始されていくだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。